私と戦うつもりなんだ。命知らずにも程があるね。まあいいや、相手になってあげるよ。不可解なものを加害にしていくのが我々の仕事だ。落ち着け水木、私の機能を使うんだ。伊達さんは僕の活躍に期待してる。何としてでもこの事件、僕自身の手で解決しなきゃいけないんだ。この事件が解決したら私の椅子にしてあげればね。それはあなたが背負うべきものじゃないのよ。ガラスの靴を持った王子様が私の前に現れはしまいかと。これ以上はさすがに言えねえって。秘密の依頼だったからよ。サンフィッシュポケットっていうえげつないメイドカフェでマーメイドをしてます。見てみたいですか、私の素顔です。元気の神様、インティインティパチャカマックス。バッツ490の暗号、確かに僕は解いたんだ。ナイクスは至って健全な思想団体ですよ。人類が何千年も前から追い求めてきた究極の夢、それが間もなく実現する。実行の日は迫っている。必ず阻止しなければあの計画を。後戻りはできないよ。今回の事件は特別なの。やばそうなやつ。もしかして可愛い後輩がピンチとあればすぐさま飛んで駆けつけるさ。新クソモニウムパワー時給アップ。うっざ、なんなのよこの時間。